はいどうもこんにちは、フーズフューチャーディレクターの獣人山 D です。今回ベトナムシリーズ最終章です。ハノイ大教会、美しいですね。そしてこちらギロチンです。ここはハノイでも有名な観光スポット、ホアロー収容所です。こういった歴史博物館を見てきました。そしてぼったくりバイクタクシー、どんな旅なんでしょう。それではご覧ください。こちらハノイ大教会です。いやー立派ですね。この日はですね、まだ1月だったんですけど、クリスマスの名残が残っています。1886年仏教寺院の跡地に作られたハノイで最も大きな教会です。周りは結構ベンチとかあってゆっくりできるんですけど、中に入ったらそれはそれでとても美しい、本当に大きな教会だなという印象がありました。見てください、本当に綺麗ですよ。ちなみにこちらで使われているステンドグラスはイタリアのベネチアから輸入されたものだと言います。見ているだけでね、時間が過ぎてしまうような、そんな空間に私一人潜入しました。さて続いてはこちらホアロー収容所。19世紀末にフランスによって作られた監獄です。まあさっきのハノイ教会とはもう全然雰囲気が違いますね。アメリカ CNN で東南アジアで最も恐ろしい観光スポットにも選ばれたことがあるそうです。ベトナムの歴史が生んだ悲劇の産物、19世紀末にフランスが作った収容物でベトナム人を投獄するために設置されました。最も多い時で2000人以上収容されていたこともあるそうです。もう本当に壁が頑丈でとても抜けれるような感じがしなかったですね。だけどこちらちょっと外出たところにですね、お土産ショップがあります。急にお腹の調子が悪くなったみたいです。急遽保安検査を済んだ後のトイレを借りたんで、わざわざチケットを買って入りました。ちょっと水分を取りすぎたようです。これは本当に何でしょうね、もうコンクリートの塊というか、もう鉄の塊のようなそんな感じでしたね。さてこちらは皆さんよくご存知のギロチンです。政治犯を処刑した時に使った実物のギロチンだそうです。実際に使われていた本物を置くというところがまたリアリティがあるなと思います。こちらはですね、休むところですけども、本当にベッドもうただの石ですねっていうぐらい、硬いです。ここで寝泊まりはきついですね。正直言って体の疲れは取れなかったと思います。そして実物の模型があるんですけども、こうやって足が、はい、動かないようにですねしているんですね。この状態で過ごすっていうのはきついかなと思いますし、また暑い国なので余計に辛かったんじゃないかなと思います。さあ外を出ると、いろんな国との、交流した時のものが映ってですね、まあ、ホーチミンと、日本だったり、日本の隣に北朝鮮というのがなかなかすごいなと思ったんですけど、
本当にいろんな国と交流して国際関係を築いていたんだなというのがこの写真から分かりました。さて続いてはぼったくりのバイクタクシーに乗ります。僕はバイクタクシーを乗るのは今回は初めてだったかなというふうに思うんですね。このぼったくりバイクタクシーのおじさん、ズンさんというふうに言うんですけど、まあそれこそ値段交渉しても全く下がってくれなかった。20万ドンぐらい取られた覚えがあります。20万ドンっていうとですね、大体1000円なんですね。すごく高いですよ、1000円って言ったら本当に。だからやっぱり外国人だからっていうことで、まあ本当にそういう風になっちゃうなというふうに思いました。散々交渉してるのにも全然折れてくるなって。でも僕も早いところですね、実はここイオンモールに早く行きたくてですね、イオンモールに向かってくれっていうところで、一応場所は本人分かってたっぽかったので、じゃあもういいやと思って、このバイクに乗って出してもらいました。ちょっと僕この日軽く微熱があったので、もうなんかもういいやっていう感じになってるんですね。お願いをした次第でございます。ちなみに片手で、バイクのとか縁を持って、でも片手でビデオ撮影していますので、結構バランス感覚としてはバイク慣れてないとこれは危ない撮影ですので、皆さん気をつけてください。これ結構スピード出てます。だから振り落とされたら、これ分かりますか、かなりスピード出てるんですよ。なので本当に危ないので、こういった撮影をするときはですね、注意してください。だこういう映像も結構日本人としては珍しい映像なのかなと思いましたので、今回はあえて載せさせてもらいました。風の切る音がね結構うるさいんですけど、まあ、その分本当にスピードが出てるので気持ちいい半分スリルと興奮が味わえました。この人ね、お金出そうとした時に財布の中に手突っ込んできたんでね、それはもうバシッとこう手払いのけてやめなさいと、お金ちゃんと出すからって言ったのを覚えてます。はい、イオンモール到着です。ここからハノイのゲームセンターシリーズにつながるわけです。ずいぶん前に、出した動画なので、また皆さん見てもらえたら嬉しいです。それでは